なぜ僕らは旅をするのだろう。その瞬間は辛く苦しいものであったとしても、家に帰ってみると不思議とまた旅に出てみたくなる。タイは日本から飛行機で7時間程度で行ける。東南アジアに位置する人口6700万人の国だ。仏教の信仰も強く、多くの寺院や僧侶が街中に浸透している。これから成田空港からタイのドンマン空港まで向かう。今回の旅のメインはベトナムなんだけど、まあ直行便行くのとタイを経由していくのとそんなに料金も変わらなかったので、まあせっかくだからタイをもう一回行ってみようかなと。まあ割と去年のタイの旅で大体の観光地は行ってしまったんだけれど、まあだからいつものごとく予定は未定。バンコクに到着。前回来た時はめちゃめちゃ空港が手間取って2時間ぐらい待ちぼうけを食らってしまっていたけど、今回は何の問題もなく到着。まあ2泊だけなので今回のフリーシムはここでお世話になる。続いてバンコクの主要駅に行くためにバスを使う。バスは空港を出てすぐのところ、バスターミナル A1 もしくは A2 のところからバスに乗って向かう。日本はまだ涼しかったけど、こっちに来ると相当な熱気がムンムンと立ち込めている。最初は手間取っていたバスも2回目となると少しホームに戻ったかのような印象を受ける。タイはバックパッカーのスタート地点もしくはホームなんかと呼ばれたりする。まあなんかそういった気分もわからなくもない。今日はミュージシャンはいないのかな。今日はタイのワチラロンコン国王の戴冠式最終日。バンコクの王宮周辺ではたくさんの祝賀パレードがあったようで、多くの国民たちが黄色の T シャツを着て国王を祝っていた。タイの戴冠式の日はずっと鉄道が無料になるようだ。まあ、だから本来だったら無料だしいろんなところに行ってもいいんだけれど、その分電車はすごく混んでいる。しかしみんなよくこの黄色の T シャツ家に持ってんな。無料で配られてんのかな。このサタニートーパイっていうのがやたら
耳につく。戴冠式のこの日、王宮周辺は通行止め。そのためこの日に偶然旅行に来てしまったら観光へはほぼ行けない。今回泊まるのは Airbnb で1000円ちょっとのところ。思ったより結構広いかな。うん、ベランダ広っ。広い。今日何しようか何も考えてないんだけど。どうしようか。ここはバンコクの中心部であるアソーク、ターミナル21。鉄道や街の至る所にこういったタイの国王を祝福する祭壇がたくさんある。タイでは国王を侮辱するといった不敬罪の取り締まりはとても世界的に厳しいけれども、まあ、そうでなくともタイの国民は国王をとても愛している気がする。まあなぜターミナル21に来たかというと、まあ、特に理由はないんだけれども、あの時いた店員さんいるかなとか、ストリートパフォーマーや低迷カフェの手前でやたら客引きしてるニューハーフの人とかで、案の定またいたりすると、お、またいるなと思って、それが妙に懐かしく、そして嬉しくもあった。まあもちろん声はかけたりなんかしないんだけれどね。ここはトンロ駅前の居酒屋さん。あんまうまそうに見える料理がないんだよな。写真のパッと見で決めるか。注文したのはチャーハンっぽいものの上にカシューナッツが乗っているのとソムタ。あれ、これチャーハンじゃねえな。揚げ物っぽいけど、なんか小魚を粉砕した天かす的な。うん、俺は一体何を食っているんだ。酒のつまみにはなるけど、再挑戦で頼んだのは
シーフードの炒め物、たっぷりのエビとイカのシーフードに青菜、そしてそこに甘辛いタレが絡みつく、とても酒の進む一品。これはまあまあうまい。旅はまだ始まったばかりだ。